どうもこんばんは、のぞみでございます。こんばんは、カメラマンひろみさんです。ひろみです。今はねもう夕暮れなモールにいるんですけど、はい、来ておりますよ、はい、ちょっと夜の夕暮れなモールって来たことないじゃないですか。確かにね、はい、で今日は夕暮れなモールの中で完結するはしご酒っていうのをやってみようかなと思って、うん、最高ですね。だから何件か思いついてますもん。ありますよね、うん、もう分かるね、分かるけど ねもしかしたらね、あ、ここもっていうところがあるかもしれませんし、そうそう、いや行ってみます。まあもうここだとほら雨関係ないんで、そう ねいつでも来れるからね、安心して、うん、夕暮れなモールは9時までですよ ね、うん、そうね、うん、9時まで早めに、今6時です、はい、今6時ね、行きましょうか、はい、はい、行きましょう、はい、さあここはもう絶対的石垣島商店ね、はい、こちらね、はい、はい、ね、わーわーこんな感じですよ、ね、行きましょう、行ってみましょう。ね早速入って、はいはいはい、郵便局側から今入りましたもんね、うん、入って、絶対的石垣島商店さんのすぐお隣にあるティダパナさん、ティダパナ ねここもここも奥で飲めます。あるんだよね、はい、ここにねメニュー書いてるんですよ、アルコール類があるんです。本当だ、はい。中で飲める。中で飲める。ね。どうしますかね、中は多分奥の方にね。奥の方に飲める。あるんですよ。はいはいはい。スペースがね。どうしますか。まあまずはここがあるねっていうことで、ちょっと奥進んでみましょう。いますか。はい。ね、まあ結構観光のお客さんもこの時間もですね。今6時ですけど、なかなかいいんじゃないですか。買い物してる。ね。ねえ、お土産屋さん両サイドにこうあるんですよね。ねやっぱり活気があるといいね。うん、ね、歩いていきましょうか。はい、そしたらどうです、ちょっと何ですか、手を振ってくださる方が、あれ、はい、もう映っております。こんな偶然に会うことがあるんですね。映っております。レイコさん、レイコ黒木でございます。こんばんはでございます。あ、やっぱ会えましたね。ありがとうございます。会えましたね。会えました。ホタルガラス行ってきた。ホタルガラス行ってきた、うん、続きまして、はい、こちら公設市場の目の前です。はい、もう、はい、立ち飲み屋があるんですよ。立ち飲み屋がありますから、ここも、はい、ちょっとキープで、キープで、うん、キープでね、そうそうそう、はい、もう最後の方までお土産屋さん続いてるんで ね一竹丸プラスさん出た、あとはその隣は、はい、ここはもうカシスバーね、広報、ここね、広報、隣ね、金城さんとかやってない。今日休みですね。あ、金城休み、金城休みでございます。ここも飲めるんですよ。そうなんですよね。でモールのこの夕暮れのモールの中では、はい、飲食店はもうここまでです。ここまでです。お土産屋さんは最後の方までありますけど、そうですね、あ、はい、出口、もうすぐそこ出口ですからね、はい、出口というかね。じゃあもう大体もう絞ってきましたんで、はい、まあちょっと3軒ぐらい行きたいと思いますんで。わかりました。じゃああそこから行きましょうか。あそこです。さあ、一番最初は、はい、ここで決まり。一軒目ティダパナで。そう、一番最初に見つけたお店ですね。そうですね。ね、はい。ここで一杯行きましょう。ここで一杯とちょっと一品頼みますね。そうそう。じゃあ、ね、入っていきましょうか。もう決めてるから。はい、行きましょう。はいよ。お邪魔します。すごい、あのお土産屋さんだからね。そうなんです、いろいろ売ってるわ。じゃあ注文しましょう。届きました。じゃあ一杯目でございます。はい、では、はい、生ビールと。お疲れ様です。何ですか。これはね、制服の梅酒、梅酒、黒糖の梅酒です。あ、制服好きやね。大好き。一杯目でございます。一軒目一杯目でございます。いただきます。あー、効くね。ソーダ味が私は大好きです。美味しいですか。うん、うん、あ、やっぱ、はい、黒糖の、黒糖のね、いい香りもするのよこれ。ティダパナの店内はね、やっぱお土産もありますし、うん、一番奥にこうイートインペースそうなんです、ね、
そう、はい、結構なキャパありますよね。キャパあります、うん、で20人ぐらい座れる、イートインが7時までですよ。7時まで、フードも7時までで、お店自体は8時までだそうなんですね、はい、だから今1軒目ね、ちょうどよかったね。よかったです、一番早く閉まりそうなそうところなのでね。そうなんですよ、ね、で今からちょっと1品だけ頼みました。そうなんですよ、ね、すごい、いや、ちょっと ねこれだっていうものがあったんで、あっ、まあ、はい、いきなりあれやろ、これほら続かないね、お腹がでしょ。揚げ物ですよ、揚げ物揚げ物ね一発目から揚げ物でございます。そうです油流し込まんといかんから、流し込むかそりゃそうやろうな。さあ、来ましたよ。何が来ましたか、これはね、はい、石垣牛の石垣牛をぎゅうぎゅうに詰めた、はい、ゴロゴロメンチカツ3個500円。え、まさか3-0あ、もうだいぶ学習されて。いや、ね、食わせてくれよ、ちょっと。オリコさん、1個ぐらい、まあまあ、現場から以上です。いらっしゃいませ。続きまして、はい、安子の店、安子の店、安子の店です。名前がちゃんとある。ヤシズマですけど、ヤシズマです。ヤシズマにそっくりになるかもしれません。ちょっと今日はしご酒をやってまして、今1軒目終わってきたところなんです。今1軒目行ってきて、はい、で2軒目を次と思って。カウンターが良かったんだけど、カウンター満席してますね。カウンター満席、ちょっと私もモテモテなんですよ、実は。あ、そうなんですね。冷たい。なんで？冷たい。なんで？私モテモテなんですよねって言うから、あ、そうなんですね。じゃあ帰るわ。一旦でも。そんな大駒の人が。大駒だらの人。大駒だらの人がね。ちょっとでここで飲んでもいいですか？いいですか？アラマ。お兄さんの席よろしいですか？はい。お邪魔いたします。じゃあ2軒目。2軒目決まり。カシスバーでございます。安っ。じゃあですね、せんべろでございまして、ここはね、せんべろがあるんですよ。せんべろで、お一人1,100円。そう、3杯で1,100円か、2杯で、プラス400円のおつまみメニューを1品、200円のやつが2品かになりますかね、っていうワンセットもあるし、はい、でございます。いろいろあります。あります。単品もあります。まず2軒目、1杯目、はい、バイス。私はパインサワでございます。パインサワキャリーでございます。いただきます。ヤフィあ、はい、パイン美味しい。美味しいですね。今は安子は作っております。頑張ってます。頑張っております。頑張っております。いいね、ここはね、はい、こういうコーナーになってるカウンター席と外にね、6人座れる ね、外の席と、そうそうそう、あとは立ち飲みもある。立ち飲みはね、3名ぐらいいけるんじゃないですか。いけます ね、できますよね。ずらずらっと、なんかこう落ち着くんですよ。そうなのね。あと、安子のしょうもない話聞きながら。いや、しょうもなくはないかもしれないけど、ね、いや、しょうもない話ばっかりですよ。しょうもない話と、本当に、オーナーのね、ほわーんとしたオーナーの、そう、カッシーさんも本当に面白い方だよね。そうですよ、ね、そう、ちょっと、おつまみは来るの待ちましょう。待ちましょう。うん、はい、お待たせしました。本日の刺身です。はい、刺身。きれい。きれい。ちょっとこっかす。やった。あんたじゃない。いや、あんたじゃない。あんたじゃない。こっち見せなあかんね。はい。
すみません、はい、ちょっとあの慣れてないのでキレて言われたらすぐ反応するからね。今日グダグダやんか。ちょっと呼ばない。こちらからキハダマグロの赤身と、はい、はい、えビンチョウマグロのハラゴ、ハラゴ、カツオでございます、はい、ありがとうございます。はい、いやだから違う、いや違うって違うから二人に一斉はちょっと早く醤油出しなさい。そうや、ね、早くソーセージ出してくれ。早くいただきまーす。ちょっと、はい、食べましょうか。頼んだ、はい、ドリンク2杯にお食事が1品ずつつくというコースなので、私は沖縄ソーセージ、はい、のんちゃんは本日の刺身を注文して、これで1100円です。もう1杯ついてる。もう1杯つきますから ね。食べましょうか。いただきましょう。食べていいですか。どうぞ。何やったっけ。カツを、カツを、なんか、なんかハラゴ、ハラゴって言ってました。あとキハダ、あキハダマグロ、うん、目安おいしゅうございます。ええじゃないよ。何ですか。そんなじっと見んなよ。食べたいんだな。近い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 。しゃーないやんか。カウンターなんだから。そうだね。おいしい。まだ。あ、そうだ、はい、食べて。これね、2種類入ってるんですね。でもこれさ、どれがフランキーボーイで、うん、ポキポキなのかはちょっと私分かんないですね。フランキーガーあんた奥は私さ、おいしい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 、これはエグロエグロ、おいしい。みんなワイワイして楽しそう。楽しいね、ここね。じゃあちょっともう一杯飲んで次行きますか。そうですね、ゆっくり食べましょう。映ってもいいですか。さりげなく、はい、大丈夫ですか。はい、オッケーです、はい、はい、今皆さんの、はい、顔出し OK いただきました。顔出し OK 出ましたんで、ちかちゃんでございます。足小酒3人目でございます、はいはい、皆さん、はい、皆さん顔出し OK、はい、公設市場の中に来まして、はいはい、フーガーベースさん、フーガーベースさんで3軒目でございます。3軒目でございます。ヤフィー、もう閉店かなと思って急いできたんですけど、はい、大丈夫です、はい、ちょっと注文しましょう。注文しましょう。注文しましょう。どうやってするんだったっけ。もう忘れちゃったよ。やり方が忘れた。注文の仕方忘れてた。はいはい、星さんでございます。はい、近い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 。何にしよう。何にしようかな。どうしよう。どうしましょうか。考えましょうか。はい、ちょい飲み3種類。750円って何。あ、何こんなのあんの。じゃあちょっと何か決めて。はい、飲みましょうか。頼みましょう。どうぞ。 OK、 はい、もう一回ピーピー帰ってきたんで、はい、テイク2で、あ、テイク、すいません、もう待ってます、ごめんなさい。あ、戻ってきてくれたんで、駆け込みで、駆け込みセーフでございまして、はい、閉店間際でございますけど、はい、今日は皆様顔出し OK ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、フーガベースでございます。はい、乾杯。乾杯。ヤビー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 。ね、いつもこういう方もいますしね。すいません、聞いていいですか。はい、これで声広げてるんですか。声ね、あ、一応ここマイクあるんですけど。そう、マイクあるんですよ。そっか、それマイク。この辺は拾ってます、多分。けど大丈夫です。大丈夫、大丈夫。映像はちゃんと映ってます。あの声が入ってます。声が入ってます。めちゃめちゃ入ってます。はい、ありがとうございます。すぐ拾うんで、逆に困るんです。声でかいですよ、もう。全然拾ってます。ガーッガーッガーッてなる。音割れるぐらい拾ってますんで。ね、大変なんですよ。いや、行こうと思ってたんですよ。ここに。そう、でも、そう、すごいいっぱいいたから、さっき来ようと思ってここいっぱいしてたから、後から行こうと思って、あの違う店行ったら、安子のとこ行ってて、そう、ここに来てたお客さんが来たんですよ。うん、ならもう変だよね、危ないよって言われて。そうそう、そんな人気店じゃないけど。いやいやいや、ね、ね、もうラストオーダーは終わるんじゃないみたいな感じで慌ててきましたよ、ね、慌てて走ってきました。本当に、ありがとうございます。よかった、間に合った、ね、間に合った。そう、うん、ここはそのね、食べ物も食べれます、お酒も飲めますけど、はい、他のお店で買ってきてここで食べれるというスタイル。そうなのよ、これね、一口亭さんのチキンナゲット、はい、チキンナゲットでございます。八重山素材のお店、八重山素材、ね、こういうののチキンナゲットもここで食べながら飲める、ね、ね、はい、うん、ます、はい、お酒が進むよ。お酒が進みますね、はい、そっか、
さあ来ました。何マグロ？何マグロ？キハダとビンチョ。キハダとビンチョ切り落とし。切り落とし。おいくら万円ですか？300万円でございます。そうでしょ。あ、すいません、ありがとうございました。いただきます。おい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 。食レポよろしいですか？はい、食レポ、ね、はい、食レポ、あの美味しい以外ですいませんけどよろしくお願いします、ね、美味しいのは分かってるね。美味しいのは分かってるね。美味しい以外を頂戴って言われてる。だいたい美味しいっていうのはもう、あの分かってるから僕が美味しいしか言わないんで。そうそうそう、はい、いちごね。まあいいですね。もう色がいいね、これいい乗せ方よ。いい乗せ方ですね、うん、はい、はい、大丈夫ですか？はい、もう、はい、ありがとうございます。はい、どうだどうだどうだどう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 だどうだどうだ。石垣の風を感じます。石垣の風、いい、いい言葉。ヤッピーでございます。もうヤッピー、ヤッピーでございます。もう本当に現場からは以上です。続きましてね、のんちゃんがね、すいません、あのマグロをね、いただきました。実食いたしますよ。はい、あの、はい、ただ飯でございます。そうですね、すいません、いただきます。人のおつまみをね、そのおつまみをね、どうぞって言っていただいて、優しいわね。すいません、ね、もう返しませんよ。僕の口の中入りますから。返されても、ね、返すなって。どうだどうだ、石垣の風、美味しいと石垣の風を感じる以外のお願いします。石垣の空気を感じるね、これ。微妙よね、微妙微妙。みんなちょっと渋い顔して。仮です、すいません、ごめんなさい、すいません。こういうとこよね。もう一回現場から以上です。すいません。おい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 、エンディング違うんか。締めを食べていこうよ。いやいや、つけ麺か。締め食べようよ。いや、まだ入るん。全然入る。マジですか。私だって賞味1杯、はい、2杯、3杯、4杯しか飲んでないんですよ。わかりました。まあ、ここ730コートの北側になります。ノースコートです。ノースコート の、 あの大正軒、はい、1階にあるつけ麺屋さんがオープンしたんですよね、はい、ちょっと締めて食べますか。ね、なんかビール餃子セットとかもあるの。いや、僕もちょっと、いや僕もなんかつけ麺食いたいわ、せっかくだから。あ、そうなの、はい、ちょっとじゃあ行きましょうか。入りましょう。はい、お願いします。いや、近い、ね、ということでね、4軒目ここはね、締めでございます。締めでね、とりあえずあの4軒目の1杯目、キャリーでございます。最後です、最後ね、大正券でございます。最後、ね、大正券、はい、ヤッピーでございます。撮影も OK でございます。いただきます。あ、レモンチャーハイ好きな味、これ。なるほどね、美味しい。お通しも来ましたね。お通し ね、麺も来ましたから ね。大正軒さん、大正軒、私やっと来れました。そう、ね、いつ来ようかなと思ってます。オープンしてどのぐらい経つのかな、ね、今年だったかしら、オープンしたの。でさ、リスナーさんもいまして。そうなんですよ。ありがとうございます。お隣ね、かわいい、見てますって言って、ご夫婦かもしれないですね。じゃあ来ましたよ、ひろみさん。何です、それ。私はね、特製つけ麺といって、特製つけ麺、一番上にあるオーソドックスのやつだと思います、はい、あ、そうなんですね。味つけ麺とか、メンマつけ麺とか、はいはい、チャーシューつけ麺、スペシャルつけ麺ってあるんですけど、一番上の特製つけ麺という、はい、あ、そうなんです。税込み1200円です。1200万円。はい、私はあの餃子セットですから。そう、餃子と、あ、ビールと餃子と、まあ、チョコね。これはチャーシューメンも、まあ、770円。これ700?70万円。70円。いただきます。これ最後ですよ。はい、最後ですよ。あ、最後なんですね。はい、あ、そうなんですか。いただきますよ。からの見て、餃子めっちゃ立ってないですか。お立ってじゃないですか。お立ってね、すんごい、あの、すごい、なんだろうね、なんかシャキーンとしてるね。そうそうです。あの、柔らか系ではないよね。ねえ、なんかシャキッとしてる感じだね。おそらく皮が厚いんだと思うんですよ。お、一口でいった。皮が厚い、やっぱりな。だから折ったってるんですよ。なんか皮の噛み応えがいいね、これ。皮の噛み応え、わかる。硬いからね。皮もいいし、すっごい、あの、これ香りもすごくないですか。中のあんの香りがね、のんちゃんの口から伝わってきます。香水臭いみたいな感じで言うなよ。
すごいニンニクがね。もうめっちゃ効いてますよ。ダメだ。すごいお口からね匂ってきます。最後の最後でめっちゃ美味しいじゃないですか。どうつけ麺。ほらね、なんか締め、はい、ね、いただきます。このね、うん、麺なんですけど、ね、どこの麺なんですかってお尋ねしたら、はあ、自家製、そこで売ってるって。お店の中で。よいしょ、売ってるんですよ。ね、しかもすごいんですよ、量が、ね、量がめっちゃ盛り盛りじゃないですか。すごい、もう幸せよ、もうこの麺の量を見るだけで。そう、よう食うな。いただきます。つけ麺ですからね、はい、ね、ちょっとこのこっちのこっち側のお出汁にね、こっち側はあったかいんですけど、こちら側は冷たいんですよ、麺の方は、ね、いただきます。うん、うん、どうですか。あのね、一番最初に魚介の香りが強く感じるんですけど。魚介の香り、間違ってるかな。すごい、おスープの魚介の香りが強いんだけど。なるほどなるほど。へえ、うん、ちょっと正解を教えてほしい。なるほど。美味しいですね。ブブーだったら美味しい。美味しいですか。あのね、甘じょ、もちろん甘じょっぱい。あのね、甘さの方が勝ってるんだけどな。うん、食べてみる？ちょっと後で食べさせてください。冷たい麺にあったかいおつゆにつけていただくっていう感じ、はいはい、ね。まあ、ということでね、今日は締めさせてもらいますよ。あのツルツル食ってますけど、うん、今日はですね、うん、夕暮れなモードの中をはしご酒しましたけど、はい、1軒目は、ティダパナ、夜7時、ティダパナね、夜7時に来ましたね、うん、2軒目、カシスバ、はい、ヤスコのいる店、カシさんの店、ね、夜9時ま で、はい、で3軒目はあの夕暮れなモードのあの公設公設島だから、うん、フーガベース基本7時までです。本当はね、基本7時まで、うん、で最後の締めはここ大正で、ね、こうやって締めのね、締めにね、麺をね、いただける。そうそう、ここ何時までなんですかね。あ、結構よろしくお願いしますね。やってらっしゃるのかな、ね、うん、まあ、ということで、今日は楽しみましたので、はいはい、夕暮れなモールをですね、もう夕暮れなモールだけで完結できますから。夜もね、お買い物しながら、お酒飲みながら、はい、で最後お食事も取りながらってできるんですよ。ね、ということでね、うん、もちろん雨の日も、安心して、食べ比べ、あの見比べ、食べ比べできます。天気が悪い時はね、もう夕暮れなモールで夜食べようやっていうのができますから。はい、ね、はい、楽しめましたので、ありがとうございました。皆さんご協力いただいた方々もありがとうございました。ということで、今日は夜の夕暮れなモールをお届けしました。はい、以上となりますので、はい、はい、また次回の動画でキャリーでございます。ありがとうございます。まだ飲みます。つけ麺おかわりします。どんだけ食うね。ご飯にしようかな。いや、横綱。